海トゲアリは、八目アリカトゲアリ族に属するアリの一種。オーストラリア北部のマングローブに生息しており、アリの仲間では唯一マングローブ気水域に生息の場を伸ばした種として有名である。働きアリの体長は7ミリメートルほどとなる。女王アリは12ミリメートル。働きアリの背部には4本のトゲアリ特有のハリジョウ起がある。全身は黒く。 他のトゲアリ類に比べるとほのゲが多く毛深くなっているが、これは口述する、水中生活に適応したためとなっている。マングローブの浜に穴を掘り、そこをすとする。干潮時に出てきて、海から運ばれてきた魚の死骸や小さな甲殻類などを餌にしている。満潮時になる前には再び巣に戻る生活を繰り返している。海中に住み場所を選んだため、 それに適応した作りとして、別種のアリに比べると多い剛毛が手足に生えており、これを表面張力によって、海水を体から引きながら、メンボのように水上を泳げるようになっている。そのスピードは1秒間に50センチメートルも移動すると言われる。海中に潜った際にも、短時間なら陸上同様の活動ができる。水中を潜って歩く際には体毛に空気をまとい、 それによって呼吸しながら水中での活動を可能にしている。満潮時に巣に戻れなかった場合には、貸し状態となり、数時間はそのままで再び潮が引くのを待って、潮が完全に引くと行動を再開する。巣はマングローブの砂浜に直接掘られ、地下では普通のアリの巣のように、いくつかの広いスペースが枝状に広がった作りになっている。満潮時には、 巣は浸水してしまうが、いくつかの区切られた部屋には、粘土質の土と内部に入った空気の浸透圧の関係によって浸水しない箇所があり、そういった場所に餌を保管したり、幼虫を育てるようにしているほか、巣の中の蟻たちもそうした浸水しない箇所に対避する。逃げ遅れたり、巣が壊された場合には前日の過死状態になって、しのいだ後、再び巣の補修と増築を行う。 こういった、得意な生態になった背景には、海に住んでそこの豊富な餌を得る目的と、陸上に住むキバハリアリ族のような別種の強力な、アリとの競合を避けるため、海へ生活の場を選んだと言われる。ありがとうございます。